皆さんこんにちは、トリクサバッケアタオクです。皆さん元気ですか？もういよいよ8月に入っちゃってね、もうでもあと1ヶ月もすればお盆も終わって、もうスノーがガンガン始まるっていうことで、この間も皆さんの方に言ってたこの例の老害なんですけど、結構反響があって、僕も欲しいっていうのがね、皆さんの方からもメールが届いてるんですけど、もう少しこと詳しくこのね、ちょっとねポップアップイベントについて今日話したいと思うんですけど、ポップアップイベントについて今日話したいと思うんですけど、この老害、アドバンスの小杉くんが作っているこのフリースビーニーのブランドが老害なんですね。ブランドって言ったらおかしいけど、これコミュニティツールが老害っていうことで、やっぱりみんなね、自分たちやっぱつながっていこうよ、スノーボーダーつながっていこうよっていうことで、つながりを求めて作ったのがこの老害なんですよ。それどんな人が被ってるかっていうとね、僕の前だとやっぱりね、同じようにずっと昔からお店やってるパイルドライバーの前坂くんとか、あとこの間からね、北海道行った加藤健ちゃんとかね、まあありとあらゆる面白い連中がいっぱい被ってて、山に行くとみんな、あ、あの人も被ってる、この人も被ってるっていうね。例えば近くだったら、ね、群馬のおじさんぽ、桂とかね、瀬山くんとかやっておじさんぽの連中、おじさんぽクルーなんかもみんな被ってるんですけど、今回このポップアップに出すのは、実は4種類の柄があるんです。これ4種類の柄を皆さんに説明したいと思います。じゃあこれなんで4種類かというと、これね、4種類簡単に言ってしまうと、このプロデューサーの小杉くんが好きなもの、これを揃えたのが4種類。これなんですね。じゃあどんな種類があるか、まず1個バーンっていきます。これがヒエログリフですね。そうです、あのエジプトを思い出すような、この古代のロマンを思い出すような、実は小杉くん人生で2回 UFO を見たことがあるという、いわゆる UFO 信者なんですけど、ヒエログリフって言ったら、僕としてはね、皆さんにも言ってね、もう絶対見てほしいね、ピラミッド5000年の嘘っていう映画があるんですけど、これを見たらもうね、もう古代ロマンがね、もうどんどんふつふつと湧いてきたんですよ。そんな古代のロマンをこのね、かきたてるようなグラフィックがの、そのまずヒエログリフ、そしてこれが次に出てくる、これがフラワー3。コンセプトでいうと、この地と大地と太陽、まあね、この生命のこの原点ですよね。これが出てるのがこのフラワー3っていうものですよね。そしてこのリーブス、リーブスはイメージしてるのが水と植物、いわゆるエレメンツですよね。この太陽の中で自然の中のこの2つのエレメンツ、これを代表してるのがこのリーブスっていうデザインで、そして最後このジャズですよね。ジャズ2なんですけど、まあ音楽ですよね。これね、音楽にこの共鳴して、いろんなものがこの人間こうやって変わっていく原点がこの音楽っていうことで作ったのがこのジャズ2っていう、この4つのこのデザインがあるんです。この4つのデザインの中から SML で皆さんが選んでもらえれば、だいたい小杉君のも分かりましたって作ってくれて、僕みたいに特別大きい人はちょっとそういう時に相談してもらえれば、ちょっと大きめでって言ったらもうちょっと大きくしてくれてとかできると思うんです。そういう感じで行われるこのポップアップイベントですけど、9月の8日13時からここ前橋店ですね、トリックスターの前橋店で行います。これで皆さんの熱い思いを直接小杉君に伝えるもよし、どうしても遠くで来れないってことは僕の方に DM くれれば、これじゃあ今回僕のこと作ってくださいって言ったら、僕の方がその気持ちを受け継いで小杉くんの方に伝えて作ってもらいますので、よかったらポップアップイベント皆さんも参加してもらえればと思います。このビーニー1個6000円ですね。6000円でこれで皆さんの方に手に入れたところで、ぜひとも皆さんもこのビーニーをゲットして、この冬みんなで山に滑りたいと思います。動画やばいっしょ、よろしくー。